ッテは昨シーズンチームトップタイ8勝の種市が先発。この日際立ったのは初回から意識したという内角攻めの投球。先頭の好調西武スパンジェンバーグに対し2球連続で内角へ。しかし最後はうまく腕をたたまれ、ここはヒットを許します。それでも攻めの姿勢を崩しません。3番中村に対してもインサイドへ、144キロのストレートで詰まらせると、スパンジェンバーグと2度目の対戦は初球、ここも内角のまっすぐを投じ、今度はバッティングをさせなかった種市。そしてこの日1番はこのボール。練習のつもりというものの、本番さながらの内角攻めで強力打線を5回無失点に切って取りました。